日本代表を率いる森保一監督は1月13日ドーハでアジアカップのグループリーグ初戦ベトナム戦に向けて前日の公式会見に臨んだ MF 三オ薫の状況について問われた指揮官は第1戦目にプレーできないことは確実とし2戦目以降については彼のコンディションも上がっているので1戦目を終えた後コンディションを確認して第2戦のイラク戦に出られるかどうか判断したい と答えた。三マは昨年12月21日のプレミアリーグ第18節のクリスタルパレス戦で試合終盤に左足首を痛めて途中交代していた。所属のイングランド一部ブライトンでは全地は4から6週間と診断されていた中、アジア杯に召集された。三マ自身は前日12日に予選リーグの中で入れればベスト、と説明していた。日本代表は19日にイラク戦。 24日インドネシア戦が控えている。